どうも、花尾です。どうも、明けましておめでとう、天眼です。どうも、てぃす。すんです。最近、天眼が言ってたんけど、何、文系の人類滅びろみたいなこと言ってた。そんなことちょっと待って、ちょっと待って、そんなそんなこと言ってないやん。あ、じゃあ、分かって、伊藤先生が言ってたから。それあれですか、ワンちゃんの反対から解雇するから。まあ、確かにそういうこともある。まあ、でもなんかないこともない。でも、何学んでんのかなとはちょっと気になってしまう。何学んでんのかなって、なんか、違う違う、じゃあ終わった、そこへ。違う、どっち持ち上げたいの。迷子。でも君たちは、はい、どうせね、文字を読めないわけですよ。どういうこと。ちょっとそれを受け入れた上でどう進むのかちょっと気になります。聞くまで。というわけで、今回そんな日本語もろくに扱えない理系の君たちに用意してみました。名付けて、文字不使用、数学記号だけで漢字クイズ。よくわからん、よくわからん。最後漢字か。漢字なんや。漢字か。え、君たちは漢字は使えないんで、漢字は今回使ってません。ただし、漢字みたいなやつを数学記号だけで表しました。ってことは漢字読めるんじゃない。読めんって答えれる。ちなみに今回そのね、最下位だった人には、まあ1ヶ月。いや、長いな。長いな。一旦1週間からいきません。長いやつ。長いやつね。一旦1週間。1週間記号しか使えないツイート。ああ、なるほど。しかも毎日ツイートは絶対1ツイートはもうあれでしょ、それやるよ。呪術廻戦の花見さんみたいな。ああ、全然いい。分からん、分からん、分からん。というわけでやっていきたいと思います。メガネマンデマーリーズニュー。第1問いきまーす。はーいっす。まあ、これでどういうのか分かる。そうっすね。まあまあ、トポロジー的に見りゃいいと思うんですよ、多分。どういうことか。トポロジー的に。メジャーだ、文系的に用語使うんだけど。トポロジーめちゃくちゃ理系的。やめて、そういう感じがしとるの。今俺、ここ偏差値65やから逆に分からんわ。理系やめた人やからさ。ああ。理系やめた人。ごめんね。でもまあ、電話に数学買っちゃったけど。それ言われたら俺。それ言われたらもう俺やめる。ちょっとごめん。もう一回、このミックスに出して溶け出しよう。あれマジで。とりあえず全部のカメラ作ってた方がいい。はい、福田くんね。福田くん、福田くん、はい、福田くんね。福田くん、とりあえずご覧にどうぞ。用意ドン。やってんな、待って、やってんな。おー、俺も。はい、はい、あー、え、これが答え。漢字、漢字っていうか、まあ、何これ。やば。だから、What is this? 何これ。 What is this? 何これ。 What is this? はいはいはい。モンキーハンティング。いや、それだと、それだと理系になっちゃうんで。違います。だから、そうだよ。そう、そう、元になる漢字があるんですよ。え、漢字？この場合、2字の漢字なんですね。あ、2文字？2文字の漢字なわけです。二文字の漢字で、それらが変形されて、数学だったらこう表せますねっていう。あ、俺が知ってる漢字には動くっていう概念ないよ。え、誰やろな。いろいろだから、象形的な文字もあれば、概念的な意味もある。そうなんだよな。成り立ちを勉強してる。国語や。そう、国語です。国語なんですよ、これ実は。はい。大小。違います。いや、大小ってこれとこれとかになるじゃないですか。いや、そうなんやけど、小級かなと思って。はい、言っていこう。坂道。違います。なんかちょっと、いや、僕、いや、いこことここが実は、あ、え、いやいやいや、大阪。正解。あー、正解。あー、正解。あー、正解。どうどうどう、落ち、俺も坂は出てた。坂は、ほらほら、すっげー、すっげー。いや、もやっと、もやっと、もう、あ、なるほど。だから、インテグラに特に意味はなかったと。いや、MC もいらん。いや、でも坂を表すんだったら、あの、まあ、ちょっとね、サコロガさんとってことね。はいはいはい。次の問題は、静止画です。おお、そういうのもある。そういうのもあると。問題は、こちら。デレン。なに、やややや、え、なにやや、全然わからん。すごい。え、なに、なにやや、これでもすごいと思うよ。これもまた、なんか2枚なかなか、ちょっとさっきよりかはむずいね。はい、東京。正解。正解。すげえ、すげえ。いや、よし、解説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 。すごい、すごい、すごい、すごい。これはなんか、どう考えても右が京、平城京だろうが平安京だろうが、やっぱ五番の目は特徴的じゃないですか。シーアの真ん中、天皇が住んでるとこが代理が真ん中あって、なんか、その発想に行ったらすごいな、お前。え、だから京はまだ分かったけど、東が分かった。だから、北、
東あの線は何方向のやつ。ああ、なあの4みたいなやつ。若干分かりづらいかなと思ったから、あえてここにピッと一本刺して。なるほど。で、赤い方が赤い点の方を見てねってこと、ここ見てねってこと。なるほど。あの二重線は何？いや、これはなんかちょっと鳥居みたいなの作るかも。多分鳥居。ああ、そういうことね。シグマとイコールで鳥居作りました。あれ、俺目をね、鳥居に見えた。シグマで。そこで救われるな、もうアストロイドと最初思った。ああ、正方形。正方形、あれ確か直線こうやってやった時のさ、面積やん。私、花尾さんはその知識あるからやめろ、お前文系バカにすんな。文系やからな。文系バカにすんな、お前。これちょっと動画です。よーい、ドン。はい。やばいな。だってもう文字が分かれてない。これ分かれてないもんな。一文字ってことかな。あの、こっからの法則違反してます。法則に違反してます、これ。もうこれはもはやこういう事象と取ってください。猫に小判。違います。まあなんかそんぐらいの気がするんですよ。一文字というよりも事象を表してるんやったらことわざとかボケすら浮かばない。どうしよう。ボケちゃん頑張って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 。いろんな言葉でしょ、言い換えて。この事象を。自由度が高すぎる。自由度が高すぎる。自由度が高いよ。桃太郎。違います。俺鬼にも見えるんやね。俺、まあ、そう、分かる。あれが鬼にも見えるから。それは分かる。ずれるずれるずれる。わー、田中さんですか。違います。もちろん違う。自明に違う。なんでこれね、実はめっちゃ意味あるんですよね。この抵抗マーク、この生き物を表す上で一番大事なここなんですけど、若干付け加えたヒント。あ、付け加えた。そういうの欲しい。それぐらいだったら多分ちょうどいいヒントやね。若干付け加えたヒント、これです。あ、ヒゲ2つ。ヒゲっぽいの2つになった。ヒゲ？あれ、口つか、もしかしたら。じゃあちなみにこれは顔ではなく、もはやみたいなとこあります。あ、概念か。いや、概念だ。全部じゃないで。え、隣を取ったの。正解。よっしゃー、正解。なるほど。これは大事だった。隣です。そうだ。そしてここのあれはですね、それだ。それだ。分かった。なるほど。これです。顔じゃないっていうコペルニクス展開すごい大事だった。だからもうもはや全部ってことない。そう、全部ってことない。隣にトトロですけど。隣にトトロ。いや、お前オムはつけれねえよ。いや、今年入って一番テンション上がってるな。まあそんな経ってないから。そうだ、まだ10日ぐらいしか経ってない。いきます。問題。あっ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、分かんない。はい。いやでんがんガンバ。え、でも3文字ってことですよね。3文字ですね。あ、そう、今回は話で言うと今回は文字なんか。そっか、若干ひばいやつだ。違いない。動きに意味があるとですね。動きにはあんまり意味はありません。なるほど。動きってか結果。結果真ん中の感じ、これで一回行ってみよう。はい、これを真ん中の感じ、これで行った場合、これは何やったの文字になる。でもこれはまだ鳥貴族。違います。ちょっと確かに分からん。ちょっと分からんでも分かる。でも結構いい路線かも。結構いい路線行ってるよ、お前。このシータ何、俺なんかやと思ってるんですけどね。まだあれじゃないですか、骨折率じゃないですか。なんでそれ選んだ。なんでそれ選んだ。シータ、いろいろ違いだ。いろいろスネルの法則の方いっちゃった。スネルの法則の方いっちゃった。そういうのは知っとんねん。そういうのは知っとんねん。そういうのあんま出てきてないんですよ。そんなんや。だって俺、あのさっきのトトロのやつ、機能法だと思いました。ああ、これだいぶね、難易度が修正されました。こちら、えでしょ。お前ちょっと、お前ずるいぞ。お前、お前ずるくない。あー、座って。目玉焼き。正解。そうだ、真ん中ひわいな、合ってたりだ。じゃあ、そうです、そうです。だからこれチンコになったわけ、この悪がね。そういうことか。チンコになって、でも見てほしいのはタマタマやから、棒と片方のタマタマ摘出して、まあタマタマをタマにしよう。このロジックわかった時ちょっと感動しました。タマロジック、ここには一応意味があったんですよね。この中の3人やったら電眼近そう。なに、あ、そうなんや。え、なんでですか。誰がスカコールで。お、ロックがある。はい、いきますよ。次の問題はでん、
あ、来てる、慣れてきた。行く年来る年。すごい。はぁ、なんで。え、なんでこれで行く年来る年なんの、お前。年が変わるからっす。いやいや、それで行く年来る年はこうへん。年が変わった伝言さんが、いや、ま、昔やったら行く年来る年やってたじゃないですか。いや、すごいな、お前、はい、ちょっとじゃあ、ちょ、俺のさ、作った動画見てって感じだよ。いや、ほんまそう、何が来たんかわからんもん、はい、ということで、こういうことなんです。行く年来る年、行く年来る年っていうのを伝言に答えていただきたかったんですけど、あまりにそすんが、これ早すぎた、お前が埋葬早すぎた、埋葬早かった、今の。これはどうぞ。海賊王に俺はなる。正解せ卑弥呼。正解正解です正解です。卑弥呼です。いや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 、板垣大輔。正解。おっきいにポイント。問題、てれん。なに、なにあれ、シータ、シータ、シータ。おお、以上です。いや、待て待てよ待て、でもあれはそういうことじゃない。全然わからんわこれ。全然わからん、もっきり言って。この問題分かったらさ、一人ずつ店に行くにせえへん。あー、確かにそれがいいかも。この問題1の人2ポイントでいいですよ。よし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 。2位3位はもう1ポイント、1ポイントっていう。あ、もらえるんですね。最後、最後もらえるんやな。この中でも意味があるやつと意味がない文字とある文字は、まあ、あるんですよね。俺これ多分合ってると思うんだよな、この文字で。俺も左から2文字目俺確定したと思うんだよな、実は。ささやかなるヒントは、はい、こちらです。 J イコール R、 J イコール R とか言って。分からんわ。 J イコール R ってなんだ。やばいな、これはやばいな。何を言ってんの、マジで。じゃあちょっと僕見せていいですか。いや、くそ。おっと、貴様さては。素晴らしい、素晴らしい。だからここなのね。お前領域入ってますね、あなた。よし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 。あなた、え、ちょっと調べていい？電源がまさか。でもこれはちょっと電源、ちょっとマジで行ってほしい。電源行ってほしいな。お、ここに来てすぐ固まっている。お、ここに来て。いや、これ行こうとしてる。やばい、ちょっとダメだ。行こうとしてる。やばい、ちょっとダメだ。正解。よっしゃ、素晴らしい。お前に思う最高。やったー、やばい、やばったー。スンが一番悔しがる問題ですよ。いや、絶対悔しいです。でも正直あの答え聞いてイラつくお前が未来予想図できてる。ちなみに僕未来予想2もできてます。あの、2もできてます。残り1分でーす。あーっと、これはやばい。待って、もう2秒、もう、もう。え、でもお前ほんま好きやぞ。次40に関しても漢字じゃねえ、違う。だからこういう数学の楽な使い方があってね。いやでも、おー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 、カバの誕生。正解。これね、これウェーイウェーイ。まあ解説をしますとですね、1文字目のこの NCR なんですけれども、米が火で炊かれているという状態を表しておりまして、よく見るとですね、このシータ、まあ、実はね、徐々に大きくなってるんですよね。いやー、それは水吸ってる。はい、ということで優勝はオッティでーす。やった、これは文句ないな、これは文句ないな。最後の嬉しい、素晴らしい、素晴らしい。俺 YouTube やめるわ。1週間痛く耐えつけてたんです。いや、違う違う違う、なんでお前1週間自由に。それはおもろい、それはおもろい。記号で自由避けてもいいっすよ。あ、確かに記号で自由。